皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではラッシュ&ドリーム続きからやっていきましょう。素振り始め。ショット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 ロブロブショット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 ロブロブよし。これホイッスルが鳴ると同時にボタンを押した方が二重丸出やすいのか。お、またイブ君か。意外と頑張ってるよね。少しだけ見直したよ。言っとくけど少しだったからね。もう変わってる内容が。イブ君に褒められちゃってんじゃん。行くぞ全日本。ファイオー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 。よし、一番乗り。今日は絶好調じゃねえか。でも調子に乗りすぎて怪我なんかすんなよ。はい、ありがとうございます。やった、ももちゃん先輩に褒められちゃった。練習の後のご飯は美味しいな。あの3人が来るイベントか。特にお昼ご飯は好きなものを食べれるのが嬉しいよね。メニューもたくさんあるし、食堂っていうよりちょっとした定食屋さんくらいメニューがあるもんね。この席相席させてもらってもいいか。もちろんいいですよ、どうぞ。で、真田先輩に、後部様に、手塚先輩に、立花さん、他の3人は別のところで食べてほしいな。合宿も2日目だが、どうだ調子は。悪くはない。設備も充実しているし、練習のレベルも高い。うちの連中がこの合宿でどれほど向上するか楽しみだ。同感だ。今回の選抜は非常に高いレベルの選手が集まっているから、大いに刺激になるだろう。レベルが高いだと？そいつはどうかな。どう見ても中3の会話じゃないな。どういう意味だ。俺様とやり合えるレベルの選手はここにいるお前らくらいで、他にはいねえだろうが。ん？あと龍馬くんだね。今日の練習試合は楽しませてもらいたいもんだな。ハワはとてもじゃないけど会話に入っていける空気じゃないよ。かといってそそくさ立ち去るのも失礼な感じだし。話もいいが、食事の方を済ませないと。そうだな、何を食べるとするかな。持ってきてから座りなよ。おい、お前が食べているものは何だ。私が食べてるのは、おうな茶定食。これ選びたいけど手塚先輩なんだよな。前回あったっけこんなの。前回ローストビーフじゃなかった？ローストビーフがうな茶に下がっちゃったよ。で、これが立花先輩で、これ絶対真田先輩だ。私のは焼肉定食です。赤谷くんっぽいけどね。午後の練習に向けて力をつけたいところ、俺もそれにするとしよう。わい、お揃い。こうして4人の迫力に圧倒されたままお昼ご飯を食べた。緊張しすぎて味なんか全然覚えてないけどね。素振り始め。ロブ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 ショット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 ロブショットロブショットショット
よし。意外と難しいよ。体調がまずい。ほう、気合がこもっているな。お前には期待している。ありがとうございます。やった、棚田先輩に褒められちゃった。んー、きっつ、もうエトエトだよ。全員集合。今からゾーン練習を行う。ボールを打てる範囲を限定してのファイブラリー勝負だ。なんだっけこれ。これは疲労状態にあるときこそ効果のある練習法だ。だからあえて練習後にやるわけか。聞き死に勝る鬼っぷりだよ。さすが鬼コーチ。各選手プレイスタイル別に前面を守る、もしくは反面から攻撃を行ってもらう。ネットや指定された面以外にボールを打つと、その時点で負けとなる。分かりやすく言えば、反面側は5球以内に決め、前面側は5球しのげばよい。これを1セットとし、2セット先取したものを勝者とする。各選手の割り振りは配られた表に書かれている通りだ。以上。なるほどね、ゾーン練習か。私はとカウンターパンチャーだから前面側で防御練習か。それで相手は誰なんだろう。君の相手は俺だよ。いやー、女の子と当たるなんてラッキー。お久しぶりですね、戦国先輩。お手柔らかにお願いします。それはちょっと無理かな。何のための練習か分かんなくなっちゃうしね。ダビデ、長すぎてラケットが見えない。こっち側に返せばいいってことだ。始め。これこれくらい。ありゃ、打つな。やり、まあ、これは打たないようになってるんですけどね。声楽の一員なんだから。ほっちょっと。勝負あり。半分主人公。よし、5球守りきりましたよ。やるね君、かなり本気だったんだけどな。まあこれは一種のエキシビジョンだしね。負けたってペナルティは。ところがあるんだな。甘いな。赤い。乾先輩、それってまさか。うんにゃー。ご愁傷様です、戦国先輩。迷わず成仏してください。まあ何はともあれ、面白い練習だったな。私のプレイスタイルも分かったし、私のためになったよね。あ、少しいいか。はい。明日の自主トレの件だが、俺と一緒にやるつもりはないか。やった、首相自らがお誘いに。ぜひやらせてください。真田先輩と一緒に練習できるなんて光栄です。そこまで喜んでもらえるとは、大したやる気だな。いや、ただ一緒にいたいだけ。それでは明日の朝、遅れないようにな。楽しみにしているぞ。はい、明日の朝は真田先輩と練習だ。よし、頑張らなくちゃね。グー、スー、スー。よし、今日はここまでだ。お疲れ様でした。
もう喉がカラカラ。今日の練習はハードだったからな。ちゃんと水分補給しろよ。部長らしいことやってるじゃん。はい。よし、ジュースを投げるぞ。ちょっと距離はあるが、落とさないように受け取れよ。はい。ほらよ。さすがカイドウ部長、ナイスコントロール。あれれ、ブーメランのようにカイドウ部長のところへ戻ってっちゃった。ここまでさ、ブーメランスネークしなくていいよ。ちゃんと受け取れなくてごめんなさい。今からそっちへ。いや待て、来なくていい。もう一度投げてみる。これトレーニングの一環となってんじゃん。早くジュース飲みたいんだけど。よし行くぞ。今度はしくじらねえ。あ、今度はちゃんとこっちに。と思ったけど、またブーメランで戻ってっちゃった。カイドウ部長、本当にもう自分で取りに行きますから。まあ待て。俺が投げたものがブーメラン化してしまうのならば、今度は意識して2回曲げればいい。意識して？そうすれば冷えたジュースのボトルがお前の手元に届くってわけだ。あ、まあ確かに理屈ではそうかもしれませんけど、そんなことできんのかな。行くぞ。あ、1回しか曲がらなかった。ですね、もう自分で取りに行きますから。来るんじゃねえ。こいつはもうこのボトルと俺との勝負だ。怖いよもう。お前はそこでジュースが飛んでいくまでそこでおとなしく突っ立ってろ。そんな。またまたダメ。これアニメーションにしたらどんな風なんだろう。結構面白いんだろうな。またまたまたダメ。カイドウ部長、いい加減にジュース飲ませてくださいよ。わかった、次で最後にする。行くぞ。今度もダメかな。あ、また曲がった。こっちへ向かってくる。今度こそ成功か。あ、やった、やっとジュースが。なんで3回も曲がるの。あー、ジュース。すまねえ。謝るなら最初からしないで。合宿所の裏庭だよね。なんか変な夢見た気がする。もう起きよった。集合。これより本日の練習試合を行う。対戦相手は公平にくじで決める。順番に引き試合を始めてくれ。はい。真田先輩、お願いします。うん。今日も楽勝ですよね。昨日正メンバーの男子ペアを軽くやっつけられちゃったんですから。敵を飲むのもいいが、油断は禁物だぞ。いいな。はい。優秀なシングルスプレイヤーが優秀なダブルスパートナーになるとは限りませんね。お、ちょっと言葉変わったね。シングルスプレイヤーにダブルスをやらせるなんてみたいなこと初期言ってたけど、優秀がついたわ真田先輩の時には。それってどういう意味ですか。真田先輩を侮辱してるんなら許しませんよ。あと龍馬くんを侮辱したね。やれやれ。おい吉川、こんなダブルスのド素人に都大会で負けたのか。あ、負けたんですか吉川さん。言い訳はしたくありませんが、パートナーがあの不良でなければ勝っていたはずです。不良って誰。戦国先輩じゃないな。不良イコール阿久津先輩か。阿久津先輩ごめんなさい。
ちょっと、今度私をど素人バーにした上に無視する気ですか？熱くなるな。はい。ダブルスもシングルスも同じ1ゲーム。俺は決して油断などしない。とにかく頑張りますから、よろしくお願いします。お互い4ゲームずつか。アーカヤくん、かっこいい。じゃあラケットテクニカルモデル。プレイ。真田先輩もさ、必殺技使ってくださいよ。来るぞ。はい、任せろ。何？アウト。ちょっと、ね、あれコートに入ってたらすごいいい球だったのに。あそこで私が必殺を出さなかったのが悪かったですね。これでどうだ。あら、吉川さんどうしたんですか？サーティー、フィフティーン。やっ。届きませんよ。うわ、くそ。ボール1個分。よし。今の感じだったら入ってたでしょう。出せろ。この一撃返せるか。てや。よし。なんかすごいこと起きた。フォーティーサーティ。あれ風林火山かな。いや、任せろ。反応。いや、任せろ。そこです。弾はや。当然だ。ゲーム、真田ペア。プレイ。はっ、いけ。この一撃返せるか。てや。またこれか。ラブ15。せめて必殺技の名前言ってよ。行きますよ。ああ、アウト。ちょっと威力強すぎましたね。行きますよ。そんな。アウト。これは予測できなかったでしょう。フィフティーン、サーティー。そうだ。お、強烈。このまさかなんだよね。私だって声楽の一員なんだから。ボンバイ、カナダペア、ゲームセット。楽勝っすね、真田先輩。うん、やっぱり楽勝楽勝。心にあった一瞬の隙を突かれたか。いい経験になったぜ。今日のところは私たちの負けです。しかし、この試合で取れたデータが私たちをより強くするでしょう。次に対戦するとき、壁は毎日高くなっているということを教えてあげます。
吉川さんたら素直じゃないんだから負けは負けなのに。いや、そうとは言い切れない。今日の敗北を明日の勝利へとつなげようとしているのだからな。お前のダブルス技術はまだまだ未熟だ。少しは吉川の態度を見習え。な、はい。すっごく納得いかないよ。勝ったんだから褒めてくれたっていいのに。私が未熟戦犯なのは認めるけど、未熟戦犯でいいのかな。真田先輩ってちょっと厳しすぎるかも。いやね、私もそう思うよ。真田先輩に一票。でもいつかはちゃんと褒めてもらえるようにもっと上達しないとな。その意気だ主人公。今回も終了。夜風が気持ちいいな。あれ、こんな時間なのにインドアテニス場に明かりがついてる。ちょっと覗きに行っちゃおうかな。まさか早めにさ、鳥取さんのことやってないよね。あ、立会大の人たちが練習してる。あれ、なんか動きの良くない人が一人いるな。誰だそんなこと。で、赤谷くん？その通りだ。あ、真田先輩？あの、赤谷くん動きが悪いみたいですけど、疲れてるんじゃないですか？無理もあるまい。これで連続8人目だからな。死んじゃうよ、休ませてあげて。信じらんない。すごいな、厳しい練習をした後なのにまたこんなに動いてるなんて。あいつには天性の才能を感じざるを得ない。普通の人間はあんな長時間集中できるものではないからな。天性の才能ですか。これで終わりっと。なんか口調全然疲れてなさそうに聞こえるけど。なんだ。私もコートで試合形式の練習をしてみたいんですけど。別に構わないが、誰としたいんだ。真田先輩、そこまで考えてないのかい。ガムの人文ちゃん、文ちゃんとやりたい。でも真田先輩なんだ今日は。ほほう、俺と手合わせがしたいのか。桐原さんより強いというか、真田先輩の強さが知りたくて。もう文ちゃんのガムの人っていうのがさ、忘れられないわ。なんだよ、俺のことは眼中にないんだ。もう攻略した時に一緒に練習しよう。別にそういうわけじゃないよ。では早速練習試合を。あれ、これでどういうこと。どうやら消灯時間らしい。今日の練習はこれまでだ。がーん、そんな、せっかく試合ができそうだったのに。時間も遅いし仕方あるまい。何かあるとまずい。俺が宿舎まで送っていこう。ありがとうございます。消灯時間のバカ。真田先輩に昨日に続いて今夜も送ってもらっちゃった。厳しいけどいい人だよね。今日も疲れたな。また明日も頑張らなくっちゃ。おやすみなさい。立て続けに夢来ないよね多分。起きた、やった。誕生日パーティーの真っ最中にヴァンパイアの赤谷くんに彼の城へとさらわれてきたけど、とりあえず赤谷くんは私のことを丁重に扱ってくれている。思ったより紳士っぽい人みたい。じゃあレイジさんかな。って人じゃないか。まあ城が薄暗かったりすること以外はここも結構愉快かも。愉快じゃないや、快適だ。あー、ダメダメ、そんなこと考えちゃ真田先輩に悪いよね。赤谷くんの話じゃ真田先輩もう城までやってきてるみたい。真田先輩もうちょっとです。私はここにいるから早く助けに来て。一方その頃、
ここが奴の城か。何百年も経っているだけあって人の気配がしないな。赤井の奴どこにいる？俺はここだよ、真田さん。よく来てくれましたね。思ったよりも早かったかな。赤や、彼女はどこだ？だから苗字読みはやめてよ、名前で呼んで。そう、向きにならないでほしいな。彼女ならここだよ。真田先輩、私今どうなってんの？縛られて天井にぶら下がってるのかな。無事か？え、選択肢？うわ、何このぶりっ子、私が一番嫌いなやつ。まあ私は大丈夫ですにしとこ。待っていろ、今すぐ俺が助けてやる。頼もしい。赤や、覚悟しろ。あった、そう簡単に行くと思われたら困るんだな。柳さん、出てきてください。なんで敬語？まあ一応先輩だからね。ここに手下か。俺の配下の死神ですよ。俺を倒すなんて大口叩くなら、それだけの実力を見せてください。ちっ、赤矢を倒すなんていうセリフはまず俺を倒してからにす。ん？私押してませんよ。邪魔だ。弱あり。何百年も寝ていてなまっているのか。手応えなさすぎだ。敵とはいえたるんどる。この程度で俺を止められると本気で思ったのか。なすすべなし。次はお前の番だな、赤矢。いや、お楽しみはこれからだ。さあ、お前も来いよ。きゃ、私をどうする気？待て！逃げたの？罠か。大丈夫ですか、真田先輩？心配する必要はない。すぐに助けて。真田先輩？まさか落とし穴に落ちちゃった？落とし穴に落ちたみたいだね。でも心配しなくていいよ。あんな程度でどうにかなる人じゃないからさ。真田先輩のことなんでわかるの？でもこれでしばらくは戻ってこれないかな。そんな。とりあえずここからじゃ真田さんの様子も見れないし、奥の部屋に行こう。ついておいで。モニター室でもあるの？この罠じゃ、この罠だらけの城じゃ一人じゃ逃げられないし、ついていくしかないか。真田先輩、無事でいてね。もう主人公も落とし穴に落ちちゃえばいいんじゃない？彼女の姿につられて落とし穴にはまるとは。油断した。他にもまだまだありそうだな。雪村からもらった覚書がどこまで役に立つか。へえ、さすがにやるな。あれだけの罠を用意したのにまだ頑張ってる。でもそろそろおしまいだよ。俺の手下たちもまだまだ控えているしね。じゃあ、ブンちゃんとかジャッカルとかもいるってこと？手下気になるけど、どうしよう、真田先輩。でも真田先輩のルートらしい。真田先輩の心にでもさ、私の声が届けば。真田先輩、真田先輩、私のテレパシー受け取って。いくら呼んでも無駄だよ。あ、そうなの？
この魔法の鏡はこちらから向こうを見ることはできても声をかけることはできない。鏡か。お前もここで彼が力尽きるのをゆっくり見物してるといい。ま、助けに来てくれるなんて甘い考えは早いとか諦めるんだね。私は諦めませんよ。真田先輩は必ず助けに来てくれます。私はそれを信じています。はあ、なんかいいね、そういうまっすぐな目をしてるやつって。お前みたいな人間は好きだよ。あら、まさかの三角関係生まれちゃったよ。なあ、あいつじゃなく俺のものにならないか。その顔怖いからやめて。なりません。目を見てるとなんだかダメ気をしっかり持って。私はあなたと付き合う気はありません。私は真田先輩の婚約者です。そうか。ち、残念。せっかく本気で好きになって告白したってのにさ。会ってまだ何時間かでしょ。騙されませんよ。私を惑わせて真田先輩を動揺させるつもりなんでしょ。そんなつもりはないけど、ま、信じてもらえないなら別にいいや。ん？シーンごとのこれやめて。よし、ようやくここまで戻ってこられたか。どうやら彼、罠をくぐり抜けたようだね。真田先輩は必ずここに来ます。そしてあなたを倒します。私はそう信じています。だったらあいつを倒して改めてお前を俺のものにするよ。なんとなくだけど、赤谷君決して悪い人だけの決して悪いだけの人じゃないような気をする。でも私には真田先輩がいるもの。あの人を裏切るなんてできないよ。あー、ここで終わり。すっごい気になるよ。あと4日。よく寝たんだよね。やけにリアルだったな。まあ起きよっと。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。